どうも、皆さん、こんにちは。チャックバスです。本日はですね、マリオットボンボイホテルが、なんとですね、フォートナイトっていうインターネットゲームありますよね。まあ、名前ぐらいね、聞いたことあると思うんですけども、このね、マリオットボンボイがですね、マリオットボンボイランドっていうのをフォートナイト内にですね、作成して、こちらでですね、ミニゲームができる、またね、11月の2日にですね、生放送みたいなのがね、行われて、無料宿泊はですね、もらえるキャンペーンが来てるっていう風になりますんで、本日はですね、このね、マリオットボンボイランドをですね、軽くね、紹介しつつ、このキャンペーンね、一緒に解説ね、やっていきたいなーなんていう風に思います。ということで、皆さんね、フォートナイトってできる環境にありますかね？まあ私もですね、名前は聞いたことあるんですけども、実際にやったことはね、この人生で一回もなくてですね、まあ、今回ですね、マリオットボンボイランドっていうのはですね、このフォートナイト内、このフォートナイト内にね、できたということで、ちょっと私もね、ちょっと駆使して、できる環境をね、作ったわけなんですけども、Mac をね、持っている方はですね、こちらね、無料で利用することができるっていう風になりますんで、まあ、ぜひね、利用してみていただければな、なんていう風に思うんですけども、このね、フォートナイトをできる環境を Mac で作り上げる方法っていうのはですね、これね、ちょっと動画にしちゃうとね、かなり長くなってしまいますんで、まあそこまでね、難しくございませんでしたので、私がね、参考にさせていただいたブログをですね、概要欄に載せておきますので、そちらね、ぜひ、見ながらね、やってみていただければな、なんていうふうに思います。もしね、そちらでやって、まあわかんなかったらですね、コメントいただいたり、Twitter の DM いただければですね、わかる範囲でね、答えさせていただきたいな、なんていうふうに思いますので、こちらね、無料で利用することができますし、またね、こちらソフトバンクはですね、フリープランっていうのを、この Mac に関してはですね、提供してるっていう風になりますんで、まあ無料で利用することができますし、またソフトバンクが提供してるっていう風になりますんで、まあ結構ね、信用して無料で利用できるかな、なんていう風に思いますので、まあそちらでね、利用してみていただければな、なんていう風に思います。まあちょっとね、そこまでやる気はね、起きないよっていう方はですね、まあ今回の動画でね、見てね、まあどんな感じなのかね、楽しんでいただければなんていう風に思います。それではまずね、こちらが、プレスリリースになっておりまして、ちょっとね、英語なんで日本語に切り替えさせていただきますけれども、マリオットボンボイは新しいマリオットボンボイランドゲームでフォートナイトの仮想通貨を立ち上げるということで、2023年10月25日にですね、マリオットボンボイのね、プレスリリースが打たれております。で、先ほどね、お話しさせていただいた無料宿泊はね、もらえるキャンペーンなんですけれども、ツイッチのストリーマーサマーセットとサプライズセレブゲストがマリオットボンボイランドに参加し、2023年11月の2日にライブストリーミングイベントで無料のマリオットボンボイ滞在をプレゼントということで、マリオットボンボイね、無料宿泊がもらえるね、キャンペーンがね、こちらで行われるっていった形になります。で、こちらはですね、フォートナイト内のマリオットボンボイランドっていう風になっておりまして、まあ後でね、実際の映像ね、お見せさせていただきたいな、なんていう風に思うんですけども、まあこういったね、感じの、マリオットボンボイランドはですね、フォートナイト内に出来上がっているって言った形になるんですよね。で、下の方にね、行っていただくとですね、ホテルブランドがですね、モクシー、ウェスティン、W、オートグラフコレクションがね、ありまして、先ほどね、ちょっと私一人で、利用させていただいたんですけども、まあこのね、ウェスティンとかですね、行っていただくと、ホテルの客室とかですね、またね、プレイヤーはね、レースを通じて持久力を発揮しますということで、まあこれね、Google 翻訳にはちょっとね、変な日本語になっておりますけども、ホテル内を走ってね、タイムトライアルみたいなのも、利用することができる。まあそういうミニゲームみたいなのが、まあできるっていった形になるんですよね。まあこういった感じでですね、利用することができて、もしね、これからフォートナイトをですね、Mac にね、入れたいっていう方は、概要欄にね、先ほどブログね、載せておきますので、まあそちらでね、フォートナイトがね、できる環境を立ち上げていただいて、このページね、戻っていただくとですね、こちらにね、マリオットボンボイランド .com っていうのがありますよね。これをクリックすると、マリオットボンボイランドのね、公式サイトっていう風になっているわけなんですけども、まあこれがね、先ほど言った、ミニゲームの内容っていう風になるんですよね。まあこういったね、ミニゲームが、楽しめるっていう風になるわけなんですけども、何書いてあるかね、わかんないと思いますんで、まあ知りたい方はですね、まあこういった感じでね、ディープルで訳していただいて、こちらね、目視でかくれんぼを楽しめるみたいですね。ウェスティンはさっきね、言いましたよね。このスピードランってやつですね。タイムトライアル測るみたいなやつで、W ホテルは、W に立ち寄って迷宮を駆け抜けよう、暗号を解読し、E、
E-WO スイートへの鍵を開ける準備はできているか。これは何なんでしょうね。まあこういったね、ミニゲームが楽しめるみたいな感じになってるんですよね。非常に面白いですよね。で、オートグラフコレクションは、オートグラフでチェックインして秘密の謎を解き明かす鍵を、探す冒険的なスカベンジャーハントに出かけようっていうね、感じみたいなんですよね。ですんで、まあこういったのがね、楽しむことができるって言った形になります。で、先ほどのね、無料宿泊はね、もらえるキャンペーンのね、詳細なんですけども、11月の2日の、18時半から、7時15分ということで、かなりね、短いですよね。時間的にはね、45分間しかやらないっていう風になるんですよね。で、こちらね、EST ということで、11月の2日の18時半はですね、日本時間の11月3日の朝8時半っていう風になりますんで、土平日の朝っていう風になりますんで、まあもしね、参加できそうな方はですね、こちらね、参加していただければな、なんていう風に思うんですけども、まあこちらね、無料宿泊はもらえるかもしれないっていう風になりますんで、こちらね、ぜひチェックしてください。で、このね、サマーセットオンっていう、このサマーセットさんっていう方のアカウントのツイッチでね、まあ行われるということで、ちょっとね、探してみたんですけども、この方みたいなんですよね。サマーセット。はい。サマーセットであったのかな？はい。169万人いるね、フォロワーの方みたいなんですけども、おそらくこの方の配信だと、思うんですよね。ほとんどフォートナイトばっかりみたいな感じでね。はい。まあ、この方だと思いますんで、この方のね、URL もね、概要欄に貼っておきますので、気になる方はですね、ぜひね、生放送ね、参加して、無料宿泊ね、ゲットしていただければな、なんていうふうに思います。で、一応多分ね、ログインが必要になると思いますんで、こちらだけはね、覚えておいてください。こういった感じでね、利用することができるっていうふうになりますんで、ぜひね、気になる方は、このね、フォートナイトで、こちらね、利用していただければな、なんていうふうに思います。こちらね、クリックしていただくとですね、このフォートナイトの、こちらの方に行きますんで、このプレイリストね、追加していただくと、こちらにね、ロビーでゲームモード変更していただければ、このね、マリオットボンボイランドにね、行けるっていった形になります。ということで、実際にやっていきましょう。こちらね、フォートナイトの、画面になってるわけなんですけども、正直ね、私も全然やり方わかんないんですよね。ですので、動きとかね、かなり変だと思いますんで、まあ、この手はね、ご了承いただければな、なんていうふうに思います。マリオットボンボイランドね、プレイということで。だからこの生放送の時に、ツイッチにいればいいのか、このマリオットボンボイ内にいなきゃいけないのか、ちょっとそこはね、よくわかんないんですけども、まあでもね、多分ツイッチの方を見とけばいいのかなっていう感じで、外国の方なんでね、なんか言われてもね、ちょっとわかんない部分があるかもしれないんで、まあ、キャンペーン参加するのはね、ちょっとハードル高いかもしれないんですけども、できればね、参加していただければもしかしたらもらえるかもしれないんでね。はい、こちらマリオットボンボイランドっていう風になっております。今ね、接続中になってるんで、このね、無料のね、アカウントだと30分でね、切れてしまうみたいなんで、まあ、この点はね、覚えておいてください。では、マリオットボンボイランドに入ってまいりました。まずね、今夜ですね。さっきね、やったらね、昼間だったんですけど、ここはどこに、向こうにウェスティンがありますね、ウェスティンが。はい、どうでしょうか。これもう本当ニューヨークみたいだよね。で、お向かいに W ホテルがあって、こっちにモクシーがあってっていう感じですね。オートグラフコレクション。まあ、とりあえずちょっと歩いてみましょう。ちょっと私もさっきね、初めてやって、なんとなくやり方が分かったんですけど、もうフォートナイト自体のゲームをね、私はやったことがないんで、はい。で、こちらね、W ホテル。先ほどね、言ったウェスティン。ちょっとウェスティン見てみましょうか。これそのままいけんのかな？あ、いけそうですね。いけないな。振り出しに戻りましたね。ちょっとね、本当に謎。このプレイヤーもね、さっきね、男性の方だったんですけど、なんか今やったら女性の方になりましたね。はい。ということで、ちょっと、ウェスティン行ってみましょうか。あれ、入り口がないな。違うと。ちょっとオートグラフコレクションにしましょうか。いやー、でも面白いですよね。本当に。なんか、アメリカの街並みを、本当に歩いてるかのような、この感じ。そして、私の動画でこのゲーム配信じゃないですけどね。はい。この感じも、あれですよね。W ホテルかな？あ、オートグラフコレクションですね。はい。こんな感じになっておりまして。で、なんか、アク
クションがどっかでできると。あ、チェックアウトルーム、お部屋に入れるみたいですね。はい、ではちょっと入ってみましょう。はい、こんな感じの客室です。いや、いいですね。はい、まさにマリオットボンボイホテルということで、まあこんなに本がある客室はなかなかなさそうですけどね。でもめちゃめちゃちゃんとできてますよね。バスルームとかもね、ちゃんとできていて、こんな感じで楽しむことができます。まあなんか触ったりとかはね、ちょっと私がわかんないだけかもしれないんですけど、なんかコマンドとか出てこないんで多分できないと思うんですけどね。はい、こんな感じで、はい、ちょっと外の景色で見ましょうか。どうでしょうか。はい、こんな感じになってます。ってことで、はい、金ちゃん走りで戻りましょう。これ以外なんか多分ね、イベントがあると思うんですけども、特にね、コマンドが出てこない、ね、とりあえず踊って、ダメだ、ダメみたいですね、うん、あ、これかな、スタートチャレンジ。あ、キーを探すんですね。へえ、でもこんなん全然、ヒント何にもなしで探すのかな。タイム測られてる。まあ、こんなゲームがね、楽しめると面白いですよね。まあ、フォートナイトできる環境であればね、ぜひやってみていただきたいなと思います。ちょっと私のね、視聴者の方がどのぐらいこのフォートナイトっていうのはね、できる環境にある方なのかっていうのがわかんないんで、なんとも言い難いですけど、ここら辺に鍵ありそうじゃないですか。ねえ、一個もねえ、めちゃめちゃありそうなのに。ジャンプしてたら、いや全然見つかんないですね。まあ、こんな感じで、ゲームが楽しめるという感じでございます。いやね、再現的には非常に面白いですよね。ちょっと他のホテル回りたいんで一回出ましょうかね。次どこ行きましょうか。目視行きましょうか。あれ、目視かな。さっきのチャリンがそのまま残ってる。こっちもなんかトラベルハントができるみたいですね。さっきのあれに参加してるからダメかもしれないですね。まあ目視はね、こんな感じになってまーす。では次行きましょうか。でも再現的には本当にめちゃくちゃなんか本当にまさにそのまんまって感じですよね。反対側にウェスティンがあるんで、ウェスティンに行きましょう。ですね。で、ウェスティン。あ、客室は入れた。あ、未だにあれなんだ。まだ、あれなんですね。さっきのチャレンジがそのままになってますけど。はい、客室はこんな感じになってまーす。どうでしょうか。結構広いんじゃないでしょうか。本日はアップグレードはございませんみたいな感じですよね。で、シャワールームが、あ、結構でかいですね。シャワールームいい。で、洗面台いいですね。アメニティは置いてないですね。はい、こんな感じで見ることができます。フォートナイト普通にやってる方だったらめちゃくちゃ楽しいんじゃないんですかね。違うのかな。でね、このさっきね、ウェスティンはね、やらせていただいたの、ここを始めると、あの館内でね、いけんのかな。あ、いけるみたい。せっかくなんでやりましょうか。館内をね、走ってスピードをね、測るみたいな、タイムトラックみたいなゲームなんですよね。まあ、こんなにホテルの中がね、あの罠だらけになってることはないですけど、いろんな人がいたりして、ジャンプしてね、飛び越えちゃったりして、でこのチェックポイントみたいなのを通って次にどんどん行くと。あ、違う、別にこのちゃんとこの上みたいなところにもちゃんと乗れると。で、左行って、次のチェックポイントが近い。やっぱりこういうゲームはやっぱりコントローラーがないとダメなんでしょうね、きっと。はい。ということで、これでクリアいたしました。では次のホテル見ていきましょうか。さっき、そこはオートグラフコレクションなんで、あと行ってないのはどこだ？モクシー行って、あとどこでしょうね。W ホテルか。W 行ってないですね。じゃあ W に行くと、
はい、ということで W ホテル到着いたしました。あ、こちらはチェックインデスクですね。はい、ようこそ。あ、来た、来ました来ました。はい、これで客室に行きましょう。よいしょ。え、あ、何これ、スイートルームですかね。広っ。客室かな、客室ですかね。でもテレビがあるから客室っぽい。あ、すごいですね。ウォースイートみたいな、そんな感じな。ではロビーに戻りましょう。はい、こんな感じですね。あ、ちょうどあと20秒でこの無料で使える1回のやつがね、終わっちゃいますんで、まあ、こんな感じで終わりにしておきましょうか。はい、ということでいかがだったでしょうか。個人的にはですね、非常にね、面白いなぁなんていうふうに思いましたので、まあ1回ぐらいですね、見ていただくのはね、いいのではないのかなぁなんていうふうに思います。まあフォートナイトのね、環境がないとですね、こちらもね、見ることができなかったりね、あ、そんなにもね、できないので、まあちょっとね、難易度高い部分はあるわけなんですけども、まあ11月の2日のね、朝8時半からですね、無料宿泊券がね、もらえるキャンペーンもですね、こちらやるみたいですので、まあ、ぜひね、こちらチェックね、してみていただければなぁなんていうふうに思います。私もね、11月2日ってね、ちょっと私参加できないかもしれないな。ちょっとね、参加したいところなんですけども、参加できないですね。はい、ちょっとね、できればなぁだなんていうふうに思ってたんですけども、ちょっと私はね、厳しそうですので、ぜひね、皆さん参加できる方はですね、まあ、ツイッチでね、サマーズセットさんのコメントをすればいいのか、まあ、とりあえずね、生放送で見ていただければね、まあ、何かアクションあるかなぁなんていうふうに思いますので、ぜひね、チェックしてみていただければなぁと思います。ということで、今回の動画はね、こんな感じで終わりたいなぁと思います。この動画が役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッター、インスタグラム、LINE 公式アカウントやっておりますので、ぜひね、チェックしてあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。